か見たのか？ドニアザードに何も言わず離れちゃうなんて、さすがにちょっと良くなかったんじゃないか？探してるのか？どうしてここに来たんだよ。旅人？これってドニアザードだよな。どういうことだ？まさかドニアザードが二人いるのか？もうあなたも気づいているのでしょう。家臣探索に参加するのはこれが初めてではないということを。これあなたも使えるわよね。缶詰知識？どっから持ってきたんだ？中に何が入ってるんだよ。あなたも一緒にね、タイモン。え？お前、オイラを知ってるのか？おお、ちょっと不安だけど、それでもなんか、こうするのが正しい気がする。たちにとって今日はもう20回目？いや、30、それとも40。もう数えきれないほど過信短日を経験してるってことか。オイラたち同じ日に閉じ込められてたのか。お前の助けがなかったら気づきもしなかったぞ。で、この缶詰知識には一体何が入ってるんだ？まだ少し記憶が混乱しているのね。よく思い出してみて。私たちは何も初めて接触したわけじゃないでしょ。この問題はだいぶ前にも一度話したことがあるわ。あ、確かこの缶詰知識は一種の表現方法に過ぎないんだったな。実際はさっきの接触を通して記憶を呼び起こしてるんだっけか？じゃあ他のやつらはどうなったんだ？なんでオイラたち二人だけ助けたんだよ。あなたたちの騎士官は元から他の人よりも強かったでしょ。あえて説明するなら、あなたたちは草元素力の祝福を得ている上に特殊な敏感体質を持っているからよ。あなたたちの意識とあれら記憶との間にはもともと薄い紙があるようなものなの。おなじみの質問ね。あなたがそれを私に聞いたのは
これで7回目だったかしら。見ての通り、彼女は弱っている。あなたたちも感じたと思うけれど、最近、あなたたちと一緒にいたドニアザードは、最初の彼女とは違う。そして今、その最初の彼女があなたたちの目の前にいるの。でも、時間はもうあまり残っていないわ。どうやら、そろそろ頭の中で整理ができたようね。そうだ、私のことはナヒーダと呼んでちょうだい。いいわ、合格よ。一体何が起こってるんだ？オイラたちの記憶を呼び覚ますことができるし、何か事情を知ってるみたいだけど、そんなお前ですらどうなってるのかわからないのか？この世の万物は繰り返し循環する、いわゆる輪廻というものよ。私たちは皆この輪廻という一日に囚われているの。そして真実はあなたたちにしか探し出せない。もし自ら真実に気づけず他の者に告げられたなら、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれないわ。そうなればどうなってしまうかは私にもわからない。だから私は知識面に関する手助けとさりげない暗示だけを与えるの。残った時間はすべて彼女の身を蝕むマリン病の悪化を遅らせることに注力するわ。ドニアザードの容態かなり悪いみたいだな。もしかして過信探査が行われるたびにドニアザードの病状が悪化してるのか？もしもこの過信探術の輪廻から脱出できれば、あるいは彼女を助ける方法があるかもしれない。だけど今の状況では彼女は羽を完全にもがれてもなお空を飛び続けている小鳥。私にできるのは荒れ狂う旋風を起こして彼女の落下を遅らせることだけよ。ナヒーだっていつもそういう妙な比喩が好きだよな。比喩とは基地の知識を使って未知の知識を理解する素晴らしい技法でしょ。さて聞きたいのだけど、現時点においてあなたたちの真実に対する推論はどんなものかしら？時間の循環ね。以前のあなたもそれと似たような間違った答えを出していたわ。本当に残念ね。違うのか。オイラもちゃんと筋が通ってるように思ったんだけど。だって見た感じ、同じ一日を繰り返すように時間が流れてるだろ。シンプルな時間の循環だけではこれらの現象を説明することはできないわ。あなたたちの持っている手がかりがまだ不足しているのかもね。けれど残念ながら私はこれ以上のヒントを出すことはできない。あ、ドニアザード。たとえ毎日が過信探査だったとしても、もう無意にそれを過ごせるほど繰り返す猶予はないの。今日の祭典が終わるまでにどうか早く真実を見つけてちょうだい。まずは今の状況から整理しよう。ドニアザードを助けたいなら過信探術の輪廻から抜け出す方法を考えないといけないんだよな。でも抜け出すにはまず何が起きてるのか把握する必要がある。つまり真実を見つけなくちゃいけないってことだ。時間の循環はもうナヒーダに否定されたし、きっと何か見落としてるのかもしれない。すでに記憶の中では何回もやってるみたいだけど、やっぱりもう少しいろんな人に話を聞いてみようぜ。ここでただ考えてるよりはマシだと思うぞ。
まずはあそこでお店を出してる人に話を聞いてみよう。